はい、授業を始めていきます。理算数理工学の3回目です。前回、ですね全化式の立て方という話をしたので、今回は解く話をしていきます。でえっと、その話が2つあるんですけど、もう1つは全形全化式というものの解き方です。でもう1つはですねアルゴリズムの解析に出てくるような上階の導出法、この2つを説明していきます。 2つ目にです、ね、この数列の母関数が導出できるということも目標にするんですけども、これはあの次回の話のまあ準備ということになって、次回です、ね、でこの母関数というものを使って、この全化式を解くという、全化式を扱うという話をまあしていくんですけども、その準備を今日のこの話の中でもしていきます。はい、では、まずこの全化式を解く方の話からしていきます。はい、じゃ線形全化式の解き方というものをやっていきます。 前回ですね、このグラフにおける完全マッチングの総数っていうものを考えるという話をしました。で、まあ、それが何だったかってことは、特にあの思い出す必要ないんですけども、なんかこの AN っていうものがありまして、その AN っていうのがここに書いてある全化式を満たすということを前回に導出したわけですね。はい。で、今からやるのは、これを解くということです。で解くっていうのは、まあ、この一般をあの 湧き下すってことなんですけども、まあ、閉じた形で書くと。だから、あの、まあ、それを見れば、この an というものが何なのかってことが、すぐにわかる。ような形で書くということになります。で、それをやってみたいと。で、えっと、ここでは手順を説明することになります。で、えっと、まずですね、ちょっと、やっぱり直感を得るためにですね、これ前回のそのプログラムを書いて、この an っていうものが、n が小さいときにどのような値を取るのかってことを見たんですけども、 まあ、それ実際ですね、あの、このプロットしてみました。型対数でプロットしてみました。前回、この n が30のところまで計算した、えっと、表を出したんですけども、ちょっと、それ全部の、あの、このページに載せられなかったので、このページでは15まで数値としては載せてます。で、図としては30まで n が30までのところを載せているという形になっています。で、えっと、縦軸の方はこの an の値を書いているんですけども、まあ、これは型対数プロットで、この軸がですね、対数軸になっているということです。 そうすると、これは、対数軸、型対数を取ったときに、直線上に並んでいるので、これは n に関して an が指数関数的に増加しているということを表しています。い,いですかね。なので、まあ、例えば、まあ、このあるラムダというのがあって、ラムダの n 乗といのような形で、この中これ増加しているというふうにまあ思うわけですね。だから、まあ、知りたいのは、このラムダが何なのかってことにまあなるわけです。ですかね。だから、まあ、気分としては、なんか an が まあ大体なんか、ラムダの N 乗のような形をかけるときの、このラムダが何なのかということを知りたいというふうな気持ちで考えていきましょう。はい。で、えっと、ここからその解き方はですね、えっと、ステップに分けて説明するんだけども、まずはじめにですね、今言ったように、この AN っていうのが、ラムダの N 乗のような形で増加しているってことが、まあ、その図を書いたら分かったので、まあ、それであるというふうに予想して、AN をラムダの N 乗で置き換えた式を作ってみましょうと。 そうすると、これ n が3以上のときには、an イコール an-1 プラス an-2 だったので、a の n 乗をラムダの n 乗に置き換えたら、a の n-1 は、a、ラムダの n-1 乗、an-2 はラムダの n-2 乗に置き換えられるということになって、これ等しいというイコールが成り立つというふうな式ができるわけです。で、今、これラムダは整理であると思っていると、これはですね、ラムダ2乗イコールラムダプラス1という方程式をこのラムダが満たしてなくちゃいけないと。 いうことがわかるわけです。で、まあ、これ二次方程式です。で、まあ、このようなですね、にして得られる方程式のことを、この全角機の特性方程式と呼ぶんですけども、まあ、これは二次方程式なので、これ解けるわけですね。はい。で、それを解くというのが第二ステップです。で、解くとこれ二次方程式ですから、二つ、えっと、解が得られます。で、この場合はですね、えっと、まあ、えっと、イコールするとラ、ラムダ二乗マイナスラムダマイナス一になるので、イコールゼロになるので、まあ、解くと、 解ととととして1分の2プラスマイナスするということが得られるということがわかりますなので、まあ、この2つの、えっと、ラムダが出てくるんですけど、これが先ほどのラムダの L 上のラムダの候補になるわけです。で、まあ、この2つの解を、えっとまあ、小さい方をラムダ1、大きい方をラムダ2と書くことにしましょうということですね。まあ、ちなみにこのラムダ1の方は負です。ラムダ2の方は正。 だから先ほどなんかラ,ムダラムダは正であるっていうふうに言ってたんだけども、なんかこの負のような解もまあ出てくるということになります。で、まあ、これはそのラムダ1の方をそのまま、なんかその正じゃないから、負だから捨ててしまうのかというと、まあ、そういうことにはなんなくまて、まあ、これをちょっとこれ考えていくということになります。はい。で、どう考えていくのかっていうことなんですけども、今ですね、この全化式があったわけです。で、今やったのは何なのかっていうと、この n, n が3以上のところで成り立つ式っていうのが、 ありまして,それあまして、はい、ありまして、ありましてそれのですね、n をラムダの n 乗に置き換えたら、先ほどのラムダ1とかラムダ2が出てきましたってことになるわけです。つまりですね、この a1 が1とか a2 が2ってことを忘れれば、an イコールラムダ1の n 乗とか、ラムダ2の n 乗っていうのは、この全化式の解になるってことがわかるわけです。ですかってことは重要です。 で、これは、まあ、この、はじめの方忘れればってことなんだけども、この時ですね、重要なのは何かっていうと、これがこの線形全化式というふうに呼んでいる、えー、と理由なんですけども、この二つの解の、えー、と線形結合ですね。線形結合っていうのは、なんか係数 C1、C2 をつけて足し合わせたものですね。C1 ラムダ1の N 乗プラス C2 ラムダ N の、ラムダ2の N 乗っていうのも、これも全化式の解になります。なんでかというと、今、 AN がこれであるということを認めると、この右辺の方の AN-1 プラス AN-2 というのを書き換えてみると、えっと、N-1 のところはこの N-1 乗になって、N-2 のところは N-2 乗になるというような指式が得られるわけです。でこれ整理します。C1 に関して整理すると、C2 に関して整理したものがあります。でそうすると、この中身っていうのを見てみると、これは。 ラムダ1の n-1 乗プラスラムダ1の n-2 乗になってます。で、先ほどラムダ1っていうのは何だったかっていうと、ラムダの2乗イコールラムダプラス1っていう方程式の解だったので、このラムダ1の n-1 乗プラスラムダ1の n-2 乗っていうのはラムダ1の n 乗に等しいです。ですかね。で、同じようにラムダ2の方も n-1 乗プラス n-2 乗っていうのが n 乗になるということがわかるわけですで。そうするとですね、ここの出てきた式っていうのは上のこの al の式と同じですから、つまり an と al-1 プラス n-2 が等しいっていうこの全化式のですね、ここの関係式をこの c1 ラムダ1の n 乗プラス c2 のラムダ2の n 乗っていうのを満たすことがわかるわけです。 いいですかねだから、これもこの前の回数の解のわけです。だから、今分かったのは何かっていうと、A1 が1であることと A2 が2であることを忘れると、このように無数に解が出てくるということになります。無数に解が出てくる。で、何が重秒かっていうと、今これ忘れたときにそうなのだから、これ思い出すことによって、A1 が1だってことと A2 が2だってことを思い出すと、この C1 と C っていう係数がこれ決まりますと。でそうすると、この AN っていうのが1つの式に定まるってことになるわけです。 ですかね、でそれをやっていきましょう。でそれが次の、えっと、ステップです、えっと。この線形結合を作って、この C1 と C2 を定めようと思います。でそのために A1 と A2 の値を使います。A1 が1で A2 が2なので、えっと、A1 ですね。これ A1 は1なので、それがこの n を1としたもの、ラムダ1プラスラムダ2になってる。で、A2 が2なので、えっと、2のところがラムダ1の2乗をラムダ2の2乗という形になると。で、これは今、ラムダ1とラムダ2っていうのは今分かっているあるもう実数なので、これは C1 と C2 に関する 本当に方程式です。連立方程式です。だからこれ解けるわけですね。まあ、まあ、解けるというか解こうとしてみます。でそうすると、この C1 と C2 が定まるということになります。で、まあこれ実際に解いてみるということをすると、まあこれラムダ1とラムダ2そのまま今、あの、文字のままやってますけども、まあこんな形で計算ができるということになります。で、このラムダ1からラムダ2っていうのはもともとですね、ある値だったので、それを代入すれば、この C1 と C2 っていうのが何だったかっていうことがまあ計算できます。 で実際にまあ計算すると、ちょっとここではやりませんけども、や,やるのかな、えっとまず、まずやらずに言うと、C1 っていうのが10分の5マイナスるところ C2 っていうのが10分の5プラスるところになるということが、えっと、計算すると分かります。で、これから、ここから、従って、1以上の2の整数 N に対して、AN っていうのが c 1かけるラムダ1の N 乗、プラス c 2かけるラムダ2の N 乗という形でかけるということが分かって、これで一般、求まりましたと。 ということになるわけです。いいですか。で、このようにして、ま、解くことができるということになります。よろしいでしょうか。はい。で、ちょっと、先ほどのですね、この計算ですね。これ、その、先ほど、このラムダ1とかラムダ2っていうのを求めているので、それを、ま、そのまま直接代入すれば、 頑張って計算することもとあるんですけども、まあ、計算するときには割とまあ、皆さん楽したいですよね。<laughs> 楽したいと思うと思います。で、これでちょっと、まあ、楽になるかどうかわかんないですけども、いきなりここにですね、この初めの式にラムダ1とラムダ2の値を代入するんじゃなくて、えっと、もう少しなんか簡単にしてから代入したいかなっていう気分がある場合は、こういうふうにしてみてくださいというのをちょっと書いています。で、今、ここでやると失敗するかもしれませんけども、ちょっとやってみると。今ですね、 C1 っていうのは、ラムダ1かけるラムダ2マイナスラムダ1分のラムダ2マイナス2と。こういう形になってますね。で、今ですね、まあこれだから、ラムダ1からラムダ2を、なんか、なんだろうな。たくさん出てきてるわけですね。4回出てきてる。で、それがちょっと嫌なので、この回数を減らしましょうと。で、そうすると代入する場所が減るから、計算しやすくなるでしょうというふうにまあ思うわけですね。で、そう思って、まあちょっとこ分布のところと、これ、えー、っと、 こういうふうにちょっとですね、えー、なんてこれは展開しましょうとですね、展開しましょうと。でそうすると、今、ラムダ1とラムダ2っていうのは二次方程式の解でしたから、いわゆる解と係数の関係というものから、ラムダ1、ラムダ2っていうこの積がマイナス1だったことがすぐにわかります。で、まあ、ちなみにラムダ1プラスラムダ2っていうのも、その解と係数の関係がいつだってすぐわかるんですけども、そういうのがわかると。で、ラムダ1の2乗これ何だったかっていうと、この先ほどの二次,二次方程式の解だから、ラムダ1の2乗っていうのはラムダ1プラス1だってことがわかるっていうふうに、えっと、 このラムダ21の2乗をラムダ1プラス1に置き換えられます。で、そういうことでやると、これは、えっと、分母のところは、ラムダ、えっと、分子はまずラムダ2-2のまま置いとくと、分母は、えっと、マイナス1ですね。ラムダ1、ラムダ2が。で、マイナス、ラムダ1プラス1とか、こんな形になるということですね。で、ちょっとこれ、えっと、分母整理すると、マイナスラムダ1、マイナス2と。で、分子は、まあ、こんな感じ。で、こうすると、まあ、あれですね。えっと、 その、なんて言うかんだろう。えっと、ラムダ1とラムダ2の出てくる回数が先ほど4回だったところから2回に減ったということですね。で、えっと、分母と分子両方にラムダ1、ラ,ラムダ2があるのはちょっと嫌なので、ちょっと分母の方のラムダ1を消そうと思います。で、まあ、そのためにですね、いわゆるその有利化というものをするんですけども、もともとこれはですね、えっと、分母の方はマイナス括弧ラムダ1プラス2なので、これに対してですね、多分これやればいいのは、 えっと、ラムダ2プラス2をかけるのかなってことをしてみましょうと。で、これ今、分母に処理あったので、分子の方にもラムダ2プラス2をかけましょうと。で、こうすると、まあ、同じものになると。で、そうするとですね、これは、えっと、これ計算するとどうなるのかってことここに書くのかなちょっとここに書くと場所がなさそうなので、えっと、ここに書くと、これはですね、まず、えっと、分子の方にと、これは、ラムダ2の2乗マイナス4ですね。これ、これ、普通の展開ですけども。で、分子の方は、これは、 えっと、ラムダ、ちょっと待ってね。これは、どういう順番であるかにも見えますけどえっ、ー、と、すみません。ラムダ一プラス、ね、ラムダ1ラムダにす,すみません。ラムダ一ラムダ二プラス二ラムダ一プラスラムダ二プラス四ですね。全体がここついてると。こんな形になっています。でそうすると、 さっき言ったように、ラムダー2の2乗はこれですね。えっ、ー、と、ラムダー2プラス1なので、これ全体として、えっ、ー、と、ラムダー2マイナス3というのが分子に出てきます。で、分母の方、ちょっとややこしいですけども、ちょっとマイナスで順番に書いていくと、ラムダー1ラムダー2はマイナス1、プラス2かける、ラムダー1ラムダー2は、えー、と1なので、2かける1、プラス4っていうのが出てくるという形なのでちょっと場所がなくてすいません、ということで。で、これはつまり、えっ、ー、と、<laughs> 全体計算すると、ラムダにマイナス3を、えっと、これは、マイナス1プラス6だから、えっと、マイナス5かなで。こんな形になると。合ってるといいんですけども、合ってる欲しいですけども、えっと、こういう形になっているということですね。で、ここでもう、これラムダにしかないので、1個しかないこのととかは減りました。だいぶ頑張りましたねっていうことになりますね。で、これでじゃあラムダに代入してみましょうと。で、そうすると、えっと、マイナス5。で、 えと2分の1プラスルート5マイナス3という形になりますとです、ね。そうすると、2をここに持ってくると、10で6で合ってますね。えっ、ー、と、10分の5マイナスルートが出てくると思います。いいですかね。えっ、ー、と、2で6ですからね。はい。正しいと思います。 って形で、えっと、まあ、これが、ま、簡単かどうかは別ですけども、まあ、こういうような、そういうような計算法もありますということを一応お伝えしておきます。ですね。はい。って形で、まあ、あの、この一般法が求まるということになります。まあ、今の計算法なので別に、あの、どうでもいいという意味はどうでもいいんですけども、あの、一応ご紹介しておきました。で、これで、まあ、この一般法を求めま,ましたから、これで一応目的は達成されたということになります。よろしいですかでですね、今のは、 一つの方法をご紹介したんですけども、もう一つ別の方法をご紹介します。別の方法でやってみましょう。それはですね、行列とベクトルを使う方法ですで。どんなことか。今ですね、まずその、第一ステップとしては、この与えられているですね、この、えー、と状況、全化式っていうのを行列とベクトルを用いて書き換えてみます。でどういうふうに書き換えているかっていうと、まずこれ下の方が重要なんですけども、そこ下の方が見てみましょうと。 何なのかっていうと、an と an-1 っていうのを並べたベクトルを作ってます。並べたベクトル。で、それがですね、その n を1つ前にずらしたもの、an-1 と an-2 を使って、その an-1 と an-2 に何か行列をかけて、an と an-1 になってますよっていうふうな形で、この全化式を見てみましょうというふうに思うわけです。 でそうすると、これどうなってるかっていうと、このです、ね、右辺の方の行列のですね、がこれあるんですけど、これどういうふうに作ってるかっていうと、この行列とです、ね、ベクトルの掛け算をすると、これ、えーと、ベクトルが生まれるんですけども、だからこの右辺の方ですね、右辺の方を実際計算するとどうなるかっていうと、えー、と上の方は an マイナス、これかけるこれってことをやるんで、えー、an マイナス1プラス an マイナスが出てきます。 で、下の方は、第2成分の方は、これ AN、an-1 出てきます。ですかね。という形になってます。そうすると、今、これが左辺の an と an-1 のところ等しいよということを、この,あの囲んだ式が言ってるわけですね。ねそうすると、この上の方の,この第1成分が言ってるのは、もう取り物をさず、初めの全化の式のここの部分なわけですね。で、それをこれ表しています。で、第2。 水分の方は an-1 イコール an-1 っていう、まあ、ある意味、自明な当たり前の等式を書いているということになります。ですかね。だから、これがそのなにま、立ちますよと。だから n を、n が an-1、an-2 っていうところから一つ増えると AN、an、an-1 になるんだけども、それはこの行列をかけることによって、新しいもう一つ大きな n のところのベクトルが得られますよという形になっているというような仕組みになっているというふうに思うわけです。 で思い、思うんですけども、そうすると、これ、はじめのですね、この an、an-1 から始めていって、どんどんこの、えっ、ー、と、そう,う小さくしていくと、どっかで落ち着くんだけども、それはこの a2、a1、AH、のところになります。で、これがですね、この初期条件で書けるということになっているということになります。ですね。a2 が2であって、a1 が1であるというのが上に書かれているとおりであるということですね。ということで、このなんか列の形の、行列のベルトの形で、その全化式が書けるということになります。そうすると、これは、 何なのかっていうと、このベクトルに何かかけて、またベクトルが得られるという形になっているので、その、普通のですね、実数だったの時でも、なんか X n、xn プラス1イコール αxn とかっていうのは、こういうような形の前化式、これ、いわゆる等比数列っていうやつなんですけども、等比数列の場合には、えっと、簡単に、この時には xn っていうのが、えっと、α の n マイナス1乗 x0 かな、x1 かな。 という形でまあ書けるということがまあ分かるということになるわけですね。で、これと同じようなことをこの行列でもこれできるってるということになるわけです。で、どういうふうに同じなのかってことをちょっと一般論を次のところで書きます。今このように書けたとすると、まあ、x1 とか xn とかこれベクトルです。で、えっと、x1 っていうその初めのベクトルはなんか c っていうベクトルであるというふうになっていて、xn と xn-1 っていうその数字が一つずれたところの、えっと、 ベクトルは X N、xn-1 に a という行列をかけると、xn が得られるという形になっているというふうにします。ですね。これは先ほど言った通り、その等比数列、普通の等比数列のベクトル行列版だと思ってほしいわけです。ですね。で、そうすると、これは、この xn っていうのは、a の n-1 乗かける c という形でかけるということになるわけですね。これ先ほどの前のページの、ここと、これと全く同じ。 書き方を行列ででやってるだけです,です、ね、でそうすると、この a の n-1 乗って行列が分かればおしまいなわけです。でもちろん、先ほどの,その等比数列の場合は、α の n-1 乗って、α が決まってれば、α の n-1 乗ってすぐ分かるんだけども、行列 a っていうのが分か,分かっていても、行列の n-1 乗っていうのが何なのかってことはすぐに分かりません。で、それをしっかりと考える必要があるわけです。で、今考えている状況では、この a っていう行列が1110ってこういう行列なわけです。 で、これの n-1 乗っていうものが何だか分かればよろしいですよっていう話に落ち着くわけです。で、それを今からやっていきましょうということになります。でそうすると、今、まあ、だ、これが、a が110の時、まあ、a の形状、一般的なこですね、は、何ですかっていうのが、こういう質問が新たにこう生まれるわけです。ですよね。 で、こういうのをですね、皆さん、その線形代数学の授業とかでやってきたかどうかってことはわかんないんですけども、まあ、これを今からやることになります。で、これは割と重要な、この行列の類似をですね、求めるっていうのは重要なことで、いろんなところで出てくるんですけれども、まあ、もし、えっ、ー、と、今まで勉強してなかったら、ここでその,あの方法の一つをご紹介します。で、これはうまくいく場合でやってるので、ちょっとその、 なんだろう、すごく一般性がある方法というわけでもないんだけども、多くの場合で使えます。でそれは何なのかというと、固有値と固有ベクトルを使う方法です。いわゆる対角化というものを行う方法です。でそれをやっていきましょうと。で、その代にして、今言ったの,その行列の類似乗を計算することになります。A を今考える1110というふうにして、この N 乗を求めるというのを目標としてやっていきます。ですかでそのために、この方法では固有値と固有ベクトルを計算します。で、何だったかということを、まあ、思い出すんですけども、A の こういううちって何だったかっていうと、こうクトルって何だったかっていうと、えっと、a、x、x はちょっと見とこうかな。あと、地図上、長所、av イコールラムダー v を満たすラムダを、ラムダーと v、 を考えますで、このとき、そのようなものがあったときに、ラムダを固有値、A の固有値。V をラムダに対するとか、ラムダに関する A の固有ベクトルというふうに言ったりします。だから今書いてるのは、復習ですね。というということです。で、これを、えっと、 見つけられ問題はですね、まあ、思い出してほしいのは、のどのようにです、ね、この固有値とかっていうのを求めるのかってことになるわけですけども、これは、えっと、思い出す話なので、えっと、これは一度は勉強したことがあると思って、それを思い出しながらやっていくっていう立場でやってきます。でそのときはどうするのかっていうと、ここに書いてあるようなラムダ i マイナス A、i っていうのが単行列です。ラムダ i マイナス A の Z 行列式っていうのを求めて、それイコール0っていうのを が方程式になるんですけども、ラムダに関する、それを解くということをやっていきます。でそうすると、このラムダが固有値です。で、この A の特性方程式と呼ばれているこれを作るんですけども、このラムダ i マイナス A っていうのがこの中に入っていて、行列式を今この縦棒で囲むことで表しています,です、ね。で、これはですね、まあ、どのようにこの行列式を計算するのかってことも、いろんな流儀というか、えー、と方法があるんですけども、まあ、ここではですね、計算するとラ、ラムダの2乗マイナス、ラムダマイナス1というのが出てきます。 で、これイコールゼロっていうのを考えるわけです。で、これはラムダに関する二次方程式でこれ解けるわけですね。で、解くと2分の1プラスマイナスすることが出てきます。これ先ほどのですね、特性方程式、全化式を解く、一番初めに紹介した方法で出てくるラムダと全く同じものが出てくるんですけど、これはまあ偶然ではなくて、実は関係があるんですが、ちょっとそこにはこ今回踏み込みません。で、まあ、小さい方をラムダ1、大きい方をラムダ2と書くことにしましょう。書くことにしましょう。いいですかね。 で、この、えっと、今は固有値が求められたわけです。じゃあ次はとの固有ベクトルっていうのを計算します。ラムダ1に対する固有ベクトルとラムダ2に対する固有ベクトルを別々計算します。で、ラムダ1に対する固有ベクトルっていうのは、まあ、今これで V1 と書いて、それが第1成分、X、第2成分、Y とだとしましょうと。で、この X、Y と定義を定めるということになります。で、そうすると、これ先ほど言った通り、えっと、定義としては、A、V1 イコール、ラムダ1、V1 っていうのを満たす。V1 っていうものを、 その、という、えっ、ー、と、ベクトルを見つけたいということになるわけです。で、これは、これまあ、移行すると、まあ、こんな形で書きます。移行するってのは何なのかってことになるんだけども、ちょっとこれは、まあ、移行すると、ころで書けるいいですかね。で、この、まあ a、a- ラムダ 1i のところをちゃんと書くと、こうなりますと。いいですかね。今、a が何だったかっていうと、1110ってこういう行列だったんですね。で、これは、まあ、これ普通の、えっ、ー、と、方程式。 ですね。だから、これを満たすような x と y っていうのを求めるんですけども、これは実はですねあ、ちゃんとその線形代数のことをあの覚えている人は、えー、と気づくと思うんですけども、この x と y が一に定まりません。一に定まりません。その中、スカラー倍だけ自由度があるんですね。なので、まあ、y の方を1と決めましょうと。y の方を1と決めると、えー、とこの x が1に決まって、これはラムダ1になるということになります。はい。で、まあ、このラムダ1、一っていうこのベクトルが、 固有ベクトルであるってことが言えます。これ共通にならなくきゃいけないのは、ラムダ1に対する A の固有ベクトルは、ラムダ1、1であるっていうふうに言うと、これは間違いになります。ですかね。えっと、この、ここに書いてあるラムダ1、1っていうのは固有ベクトルですけども、他にも固有ベクトルありますから、固有ベクトルはラムダ1、1ですっていうふうに言うと、それは間違いなので、それは注意をしてください。ですね。ラムダ1、1はラムダ1に対する A の固有ベクトルです。で、同じように計算すると、ラムダ2、1っていうのはラムダに対する固有ベクトル。 ということが分かるということになります。いいですかね。で、これで、その固有値と固有ベクトルが分かったということになります。で、ここで、えっと、重要なのは対角化っていう手法があることでした。何だったかというと、今、この u っていう、これ行列です。を、この固有ベクトルを並べたものにしましょうと。これ今、v1 っていうのは縦に。 2つ要素が並んでいるベクトルで、V2 っていうのは縦に2つ要素が並んでいるベクトルなので、V1、V2 ってこ並べたものは 2×2 の行列です。ける二の行列です。ける二の行列です。いいですね。いいですね。で、えー、っと、これは、これは,これはあの大文字のラムダですけども、大文字のラムダとしても対角行列で対角にラムダ1、ラムダ2って今計算した固有値を並べたものを、 持ってきてき対角行列をを作作りりまますすムダーっていうのを作りますでそうすると何が分かるかというと au というものを考えましょうと au というこの行列の席ですねでそうすると au、えー、と行 U っていうのは v1 と v2 をこう並べたものだったわけですですかでそうすると固有値の定義から av1 はラムダ 1vav2 はラムダー2 V2 こういうふうになってたわけですね。ですか。だから、これは、この a を中に入れて、av1 が第1列にあるような、えっと、なんだっけ、えっと、ベクトル。あで、av2 が第2列のベクトルになるような行列と思うと、これは、えっと、ラムダ 1v1、ラムダ 2v というこんな形になるわけですね。ですね。で、これを、 両立の形で書こうとすると、これは V1、V2、で、後ろにラムダ100、ラムダ2って書くと同じになります。ですかね。で、この今、後ろに書いたこの対角両立が上のこの、ラージラムダだったわけです。いいですかだから、えっと、だからこれは何なのかっていうと、これイコール、えっと、U ラムダになるわけですね。いいですかだから AU イコール U ラムダになります。いいですかね。で、 まあこれちゃんと言ってませんけども、この u っていうのは逆行列を持つので、ここから a は u, ラムダ ,u, インバースということがになることがわかります。u, インバースというのは u の, u の逆行列です。いいですかで、これがいわゆる対角化と呼ばれる操作になります。ですかね。で、これができると、その行列の類乗を求めるっていうときに非常に嬉しくなります。なぜか。ちょっと下の方消しますけども。 なぜかというと、今でした。これ A の N 乗っていうものを求めたいとしましょうと。とそうすると今、A っていうのは、この U ラムダ U インバースというふうに書けるっていうふうに分かったので、U ラムダ U インバースの N 乗になります。いいですか。で、ちょっと一般的な意味でやると、分お金もいいかもしれないで、じゃ A の3乗でやってみますね。で、そうするとこれは、U ラムダ U インバースっていうのを、の3乗になるわけです。で、これは、だから U ラムダ U インバースっていうのを、こう3回かけたものと、順番に。こういうふうになってるわけですね。 いいですかで、そうすると、ここにですね、u インバース u となのあります。u インバース u。で、u インバース u っていうのは、その逆行列の定義から、これ単位行列なわけです。いいですか単位行列。だから、この席においては、えっと、単位行列というのは無視されます。で、無視されたものを除いて書くと、これは、ラムダが、この中3つ並んでいて、左に u、右に u インバースがあるって形になったいいですね。だから、これ、u、ラムダの3乗 u インバースがつながります。いいですか で、これは今、これ3乗だったから、ラムダの3乗が出てくるんですけども、これ一般的に同じことをやると、N 乗をやると、いう、えっと、ラムダの N 乗が出てきます。いいですかここまでいいですかここまでてここまでですね。 なんか A の N 乗ってのは U、ラムダ N 乗、U インバースになるということになります。で、A の N 乗を計算したかったっていう、もともとの目的があって、それが、なんかこの、なんかラムダ N 乗ってものにこれ変わったわけですね。で、もともと A の N 乗っていうものを計算したかったのに、ラムダの N 乗っていうのが別の行列の N 乗が出てきて、問題の難しさが変わんないんじゃないかって、なんかこれでいいことあんのかっていうふうに思うのかもしれませんが、これいいことありま,ありまして、なんでかというと、このラムダっていうのがこれ対角行列だからです。で、対角行列の N 乗ってこれ簡単に計算できるんです。ちょっとこれは。 やないと分かんないんで、やってみますと、消してみると。で、今、ラムダっていうのが、ラムダ1ゼロラムダ2こんな形になったけですね。じゃあ、今、ラムダの2乗ってのを計算してみましょうと。これ、ラムダ1ゼロラムダ2と、ラムダ1ゼロラムダ2のこの掛け算なわけです。で、これをじーっと眺めて、計算してみると、これ分かるんですけども、これは、ラムダ1の2乗ゼロゼロのラムダ2乗になります。ですかね。 例えば、まあ、この右上の成分、これは、こことここの行ベクトルの列、ベクトルの積になるわけですね。これ0になりますね。ですかね。で、こんな形になります。で、そうすると、このラムダの2乗っていうのも、これも対角行列になるわけです。ですかね。だから同じことをやると、ラムダの3乗っていうのが、ラムダ1の3乗00、ラムダ2の3乗っていうふうになることが分かります。で、同様に、このラムダの n 乗っていうのは、ラムダ1の n 乗とラムダ2の n 乗が対角成分に来るような対角行列になります。 ことがすぐに分かります。対角行列だからという性質で。ですかね。で、そうすると、何なのかっていうと、今、A の N 乗っていうのを計算したかったんだけども、この難しかった N 乗っていう部分がも,もうすぐに分かったってことになります。やりましたってことですね。で、そうすると、今、我々は U が分かってます。ので、あとはこの U インバースっていう U のを逆行列が分かればよろしいということになります。で、逆行列を求める方法も、いろいろあるので、好きなものをやって使っていただくと、この U っていうものに対して U インバースってはこういうふうになるってことが分かります。 これで A の N 乗っていうのが U、これですね、かけるラムダの N 乗これで U インバース、こちらですね、の積だったことが分かったので、これで A の N 乗ってことがこれ、ものがこれ完璧に分かりました。やりましたのでですね。で、あとは、まあ、この3つの、えっ、ー、と、行列の積をまあ頑張って計算してあげるということになります。これですね、U とラムダの N 乗と U インバースですね。で、まあ、これは残念ながら頑張って計算するわけです。残念ながらとか言っちゃいませんけども、<laughs> 頑張って計算してください。で、まあ、先ほどのその、 えっと、一つ目の解き方の時のように、この、ですね、ラムダ1とラム,ラムダ2っていうのが、えっと、特性方程式の解であるっていう性質を使うっていうのが重要かもしれませんけども、まあ、そういうのを使って頑張って計算してあげます。で、そうすると、またごめね。頑張って計算してあげると、こういう、これはただ、えっと、こういうふうな形になってます。なります。で、これ何が重要かっていうと、これは、えっと、これ行列です。<laughs> これ行列です。ですね、A の N 乗というのは行列で、 11、えっと、成分、12成分、21成分、22成分ってがあるという形になってます,ですか、ねはい。で、ち、え、ょ、っと、っと重要なのは、この1行目になんか N プラス1乗っていうのがたくさんあるんですけども、その N プラス1乗を N 乗にすると第2、第2行が得られているという形になっているっていうま構造があります。なるほど、というですね。うん、っていう形で最終的に今日計算ができます。これはまあ頑張って計算するということになります。で、あとは、 最終的な結論を持っていくんですけども、もともとこの an と an-1 っていうのを並べたベクトルを考えていて、それが、えっと、なんだっけ、数字が1つ減ると a がかかってくるっていうふうに言っていたわけです。で、最終的にこの数字がどんどん減っていって、a に a1 までいくんですけども、どこまで,どこまで減らしたときには、この a の n-2 乗が出てきます。n-2 乗が出てくるので、先ほどの a の n 乗っていうものを計算した時の n のところに n-n を入れます。でそうすると、ここに書いてある両列が得られます。 で、そうすると、これは行列かけるベクトルになっているので、これを計算,計算結果にしたら、これベクトルになります。で、これ頑張って計算してあげると、まあ、ここに書いてあるようなものが得られて、うまく整理すると、ここに書いてるものが得られると。で、そうすると AN、an、an-1 っていうのがそれぞれこれになると。 いうふうに分かって、このでちゃんと見てみ,てみると、第1行目に書いたものの n を n-1 にすると、第2行が得られるという形になっていて、なるほどと、ちゃんと合ってますねという形になります。ただし、これはま n が3以上のときにしか成り立たない式なので、それは注意をしてください。ですね n が3以上のときには、この部分成り立ちます、イコールで成り立ちますよということになります。で、このことから、まあ n が3以上のときには、an って先ほどの行列、ベクトルの第一成分がわかるんですけども、でまあ、このラムダ1とラムダ2に分かっているあ I を入れると、ここに書いてあるような式が得られるという形で、一般項が得られるんですが、これは今 n が3以上のときしか成り立たないので、n が1のときと2のときに、もこれがちゃんと成り立つということを確認する必要があります。で、まあ、実際確認するところで正しいので、これによって一般項が得られましたということが結論として言えるわけです。いいですかはい。で、これが2つ目の解き方です。 で、一応、初めの解き方は、なんか多項式を作って、特性方程式っていうものが出てきて、それを解くことによって結論を得る。二つ目の方は、行列のベクトルの見方を使って、行列の類似状を求めるっていう形に言い換えるっていう形だったと。 ということになるわけですね。で、どちらの方法も、まあ、あの、一長一短というか、あの、本質的にはあま変わらないかもしれないんですけども、えっと、いいとこと悪いとこがあるかもしれませんので、まあ、好きな方を使っていただければいいですし、まあ、両方とも理解するってことも重要かもしれませんけども、まずとりあえず一つは、えっと、解き方として使えるようになってくださいということになります。はい。ここまでで、えっと、その前回、あの、初めに紹介した AN っていうですね、えっと、完全マッチングの個数を表す 数列の一般をを求めるという話ししてきましたで前回はですね、この3段の公式っていうものも扱いまして、b m と CN っていうものが出てきたわけですね。で、それが何だったかはちょっと思い出す必要はまあないんですけども、前回としてこういうものを満たしているっていう話は前回しました。はい。で、これも解いてみたいというふうに思います。で、ちょっとこれはどんな感じだったかっていうと、まあ、こんな感じだったと。こんな形で、この bn とか cn っていうのがあるんだけども、このえ、えっと、n が奇数のときには、この bn っていうのは、これは、えっと、なんだっけ、0になる。で、cn の方は n がえっと偶数のときには0になるっていう、こういう形になるので、ちょっとこの0のところは飛ばした形の数列を新たに作って、えっと、それの一般項を求めるという形にしたいと思います。で、どうするかっていうと、bn の方は、この、えっと、この3のところ、ここを x1。 で4のところを x2、6のところを x3、8のところ x っという形にするように、この xn という数列を作ります。だから、xn というのは何なのかというと、これ b2n です。として、この xn という、その bn の,この0じゃないところで取ってきたような数列を作っていきましょうというふうにします。で、cn の方も同じように、n が1のときを y1、n が3のところを y2、n が5のところを y3 という形で取っていって、つまり、yn は、 このやり方だとどうなるのかっていうと、えっと、C2N-1 かな,んなんですね。として、この XN と YN の、えっと、なんだっけ、一般項を求めるという形にしていきたいと思います。はい。で、それを元に戻せば、この B とか C の一般項がわかるという形になるというふうに思いましょうと。 で、まずじゃあそのようにちょっと先ほどの全化式を書き換えます。先ほどの全化式を書き換えるっていうのは何なのかっていうと、今、xk が b の 2k、yk が c の 2k-1 となるように、えっと、新しく xk と yk っていう数列を整理しましょうと。で、k は1以上の整数です。で、そうすると、えっと、この式ですね。この式。この式のこの部分、b N と bn と bn-2、 2cn-1 のところを、まあ、置き換えます。で、今、n が偶数のところを考えているので,で、例えばその n が 2k だとすると、どうこれ書き換えられるかっていうと、b2k イコール b の 2k-1 プラス 2c の,の 2k-1 とこう書き換えられると思います。そうすると、これは b2k が xk なわけです。で、b これは xk-1 ですね。で、後ろの部分、2×c2k-1 っていうのは、これは 2×yk になるわけです。いいですか。って形で、初めの式は、あそれはまだやってなかったんですけども、えっと、そういう形で、えっと、その、えっと、n を 2k に置き換えた式がこれでというふうにこう書けます。で、えっと、c の方、戻りますね、すいません。c の方の式もあるんですけどこの n のところも、この 2k を置き換えて2倍する。 の式下の式がやられます。ですかね。で、今は、えっと、n を 2k-1 で置き換えたんですね。今、ちょっと嘘を言ってたんで、今、n を、この下の方は、させん、n を 2k-1 と置き換えます。すると、ですね、この n を 2k-1 と置き換えると、ここに書いてある二行目、それは二倍したものが出てきます。ですかね。で、それ今、n を 2k-1 としたんですけども、それを 2k-3 とすると、 2k-3 とすると、この下のもの、次のものが出てきます。ちょっとうまくいかないですけども。で、それを順番にやっていくとですね、この一番下のですね、なんでこうなってしまうんだろう。なんか変なんですけども。一番下のこの 2c、えっと、2c3 イコール 2b2 プラス c1 となってくるとことになります。で、これをですね、このここに書いたらるごですね、これ全部足します。全部足すと、 この 2c2k-C が消えたりとか、この c2k- スとがこ,れこ,うこういうふうにう消えていきます。で、残ったものだけ書くと何が出てくるかっていうと、えっと、b の 2k っていうのが、えっと、これですね。b の 2k-2 と、ここの、えっと、和ですね。と、最後の 2c1 だけ。残ってくるという形で書けるということになります。いいですかね。で、まあ、 で、えっと、C 値というのはもう我々分かってる値なので、これでまあだいたいこの B だけの式っていうのはこうできるようになります。ですかね。ただ、えっと、これ B がこうたくさん出過ぎなんですね。<laughs> なので、ちょっとこれはいわゆる解鎖数列を見ることによって整理します。で、その前に今出てきたものを全部、えっと、X で書けるとこうなりますと。となりますね。はい。 で、これを、今言った、先ほど言ったように、これ、改列を取ろうと思うので、えっと、1つ、K をずらしたものを書きます。で、もともとの式は、K が2以上のところでしか成り立ってないので、これ、ずらしたものは、K が3以上のところでしか成り立たない式になっています。いいですかでこれはこの、こういうふうにその、どの範囲でこういう式が成り立っているのかということを追っていくのは重要なので、それはあのちゃんと追うようにしてください。書くように,ようにしてください。はい、そうすると、今、上から下を引くんですけどそうすると、K が3以上のときに成り立つ式が得られます。 で、それは何なのかっていうと、左辺は xk-xk-1 と。で、右辺の方はどうかっていうと、この和のところはですね、バーッと消えます。で、バーッと消えて何,だけ何,何が残るかっていうと、えー、っとですね、これですね、2、えー、の xk-1 だけ残,残ります。この上の方のですね、この k-1 だけこれ残るという形になります。 でそうすると X k、xk マイナス xk マイナス1イコール xk マイナス1マイナス xk マイナス2この部分ですね、プラス 2xk マイナス1この部分というのが出てきますで。そうすると、これは整理すると、xk イコール 4xk マイナス1マイナス 4xk マイナス2という形になって、先ほどのその an に対する前回数のときと同じような形で、この1つの k に対して k、k マイナス1と k マイナス2の式で定まるという形の式ができるわけです。線形の式ができます。 で、そうすると、あとは、えっと、x1 と x2 が分かれば、これ解けますねっていう形になります。で、x1 と x2 は、えっと、b2 と b4 から分かるわけです。で、それはもう知ってますから、それを使ってこういうふうに書けるわけです。xk の全化式ですね。<laughs> はい。から、えっと、xk っていうのは、k が1のときに3で、k が2のときは11で、3以上のときは先ほどの式というふうになるわけです。で、そうすると、これは、その先ほど an のときとやって、 にえー、と使った手法2つありましたけども、どちらを使ってもいいんですが、その手法を使うと、この XK の一般項が得られるという形になります。まあ、これ自身を得るのは演習問題にします。でそうすると、えっと、XK っていうのは B2K だったので、ここからその部分、この部分を、えっと、変えたものっていうのが、 n が2以上の偶数のときには bn として得られると。n が奇数のときには0っていうような一般項が得られるということになります。よろしいですか。で ,cn の方は今やったんですけども、同じような形でやると、まあ似たような形で式が得られるという形になりますので、これはまた演習問題で考えてみてください。よろしくお願いします。はい。それではですね、次。 全化式より上階を導出する方法。これはそのアルゴリズムの計算量解析でよく出てくることなんですけども、これをやってみようと思います。前回ですね、このようなアルゴリズム、ルビー風に書かれたアルゴリズムがあって、ここで2行目でこの A っていうのを画面に出力するんですけども、この出力される A の数がその入力 N に対してどのように変わるでしょうかっていうことを、このように全化式で書きました。で これはですね、先ほどのような形で解くこともできます。解くっていうのはこの FL の一般項を求めることでもできるんですけどもで、ここではしません。で、なんでかっていうと、計算量の解析において欲しいのが、この上階で十分なことが多いので、それをどのようにやるのかっていう例のために、ここでは上階だけを求めるってことに主眼を置いてやってみます。で、まずはですね、えっ、ー、と、定数項を取り除きます。戻りますねこ、この1っていうね、これがですね、厄介なんです。 もしこれ1がなかったら、一がなかったら、あの、先ほどのこの線形全化式の形になるわけですね。その AL のが満たす全化式と同じような形になるわけです。で、これ解けるわけです。が、この1があることによってっややこしくなっているので、その1を取り除こうと思います。定数ごと取り除くということをやります。そのために、この場合はですね、両辺に1を出します。1を出します。 で、そうすると今この右辺があるんですけども、右辺がこの fn-1 プラス1、プラス fn-2 プラス1という形で書けます。そうするとこの fn プラス1っていうの一つの数列というか一つのまあものだと思うと、それがこの右に二つでこう出てきてるという形になりますから、それをその新しいものと置いてあげれば、つまり fn プラス1を fn プライムという形で置いてあげると、こういうふうになると、fn プライムは fn 1>, マイナス1プライムプラス Fn-2 プライムという形になるということになります。で、も、えー、ともと Fn は 2n が2以下のときは1だったので、Fn プライムにおいてはそれに1を足した2になるという形になります。で、そうすると、これ先ほどの、えー、と,ところでやったような線形全化式になっているので、先ほどの2つの保守法のどちらかを使えば、必ずそこから一般項が求められるということになります。けれども、えーとそこ、ここではそれをやりません。 で、まず重要なのは何かっていうと、えっ、ー、と、Fn と Fn' のオーダーは同じです。Fn にこれ 1, 1足してるだけなので、Fn' を作る。だから Fn' のオーダーは Fn とこれ変わらないわけです。だから、その、両率の解析においてですね、よく考えるようなオーダーを考えるっていうことだけしか興味がなければ、Fn と Fn' を考えることは変わりがないということになります。ですかね。で、先ほど言ったように、まあ、ここからその一般項っていうのを、Fn' の一般項っていうのを 作ってももいいんだけどもここではそうししないで別のことをしますでそれは何なのかっていうと、その上階だけを求めたいっていうことをします。で、上階を求めるのは、先ほどのそのややこしいですね、計算をするよりも簡単にできます。で、それをお,お,お伝えします。で、お伝えするんだけども、まず初めにやると実は同じで、特性方程式を解きます。今、このような Fn プライムの式があったら、特性方程式、ここですね、ラムダの2乗イコールラムダプラスっていうのが出てきます。 ですね、これ本来はラムダの n 乗イコールラムダの n-1 乗プラスラムダの n-1 乗っていうのは初めにあってそこからこれが出るわけですね。でこれ解くわけです。で解くと,、えー、と2つ解が出てきます。これ日,日方式ですから。だけどもここで、えー、と注目したいのはこ正の解の方だけです。先ほどです、ね、このなんかプロット見たんですけども、そのプロットでもラムダの n 乗のように大きくなっているときの,の大きくなり方っていうのはそのなんか正の解の 方に依存すするんですよねだからこの正の解が重要であるっことですだってでになって、この正の解の方に着目します。それは1 2分の1パらするところです。で、実はですね、なんかこの手のなんかアルゴリズム解析に出てくるような方程式が、ただ一つだけ正の解を持つってことがよくあります。で、これはなんか一般的な法則があって、デカルトの符号規則とかっていうのがあるんですけども、これはその一般的な多項式について、いろんなその解の符号について教えてくれるものがあるんですが、まあ、それを使うと分かるんですが、ちょっとそれは、まあここでは、 一般論をやるときには重要なんですけども、この例においてやるときにはそれは重要じゃないので、えっと、一応まあそういうのがあるっていうことだけは言うんですけども、皆さんはこういうなんか例でやるときには必ず、えっと、一つだけの正の解が出てくるっていうような状況に遭遇します。で、この場合は二分の一プラスするところです。で、これが分かったら何をするのかっていうと、ここから数学的機能法で不等式を証明します。この場合は、Fn' ってのは実は 2× ラムダの n 乗以下になるっていうことが割と簡単に言えます。 で、じゃあ、この2ってどこか出てきたっていうことが問題なんですが、これは、この不等式が成り立つように、適当な大きい、いい定数を決めてます。ただ、これ別にこれ2じゃなく,2じゃなくても、100とか1万でも構いません。が、えっと、だから適当な定数をかけて、その定数かけるラムダの n 乗以下であるってことを証明していくと,ということになります。で、ここの場合、今やる例では、その定数が2であるだけです。皆さんはあの好きな定数を見つけてもらえばよいと。 で実際これ証明するんですけども、まあ、n が1の時には、実際に先ほどの初拠を分かってますから、ラムダ一プライムは、あ、え f1 プライムは2であると。それは左辺ですね。で右辺の方は実際計算すると、これラムダ、ラムダっていうのは、えっと、二分の一プラスのところでしたから、これ全体1プラスのところになって、で、ルート5ってのは1よりも大きいですから、確かに、えっと、f1 プライムと2のラムダ1乗っていうのを比べると、ちゃんと欲しい。 対称関係が成り立っているということが分かります。で、n が2の場合もやりますね。n が2の場合も同じように計算すると、えっ、ー、と f2 プラグが2で、えっ、ー、と2のラムダ2乗はえっ、ー、と 1+1 とこよりも大きいこところが分かるので惜しかった。方資が得られたということになります。これ別に2のラムダ2乗をちゃんと計算しても構いません。はい、ちょっとここではなんかあの横着をして不等式で評価してますけども。まあ,あの？結論が得られ得られ,れば、どのような計算をしても大丈夫です。 ではですね、証明の続きですけども、じゃあ、ここで機能法を、あの、やっていくわけです。今、k っていう整数が2以上であるときに、この範囲を書くこと割と重要なんですけども、これ書いていきます。2以上の整数 k に対して、この2つが成り立っていると仮定します。この2つを、えっと、仮定しないと、この機能法が動かないので、この2つを仮定します。で、そのときに、この k の部分が k プラス1になった式を証明したいというふうにします。ですかね。で、 実際これやっていくんですけども、まずこの f'k プラス1っていうのは f'k の定義、fk' の定義から fk' プラス fk-1' になります。ですね。で、ここの2つの項に対して、昨日この仮定使います。昨日この仮定を使います。ですかね。そうするとこれ2でくくれますね。で、で、えっと、ラムダの k-1 乗分でもくくります。はい。うん。ですね。で、このラムダプラス1があるんですけども、これ、えっと、ラムダっていうのは、えっと、特性方程式の解なので、 ラムダープラス1というのはラムダー2乗と等しいです。でそうすると、ここの後ろのところにラムダーの k プラス1乗が出てきますから、これで欲しかった式が出てくるということになるわけです。で、これで証明終わりです。で、証明終わったので、これで何が分かったかっていうと、F'k っていうのは2かけるラムダーの k プラス1乗以下だってことになるので、オーダーでいうと、F'n っていうのはラムダーの n 乗以下です。 で、オーダーリュート何とか以下っていうのは、このビッグを使って書くんだったということを思い出すとですね。で、Fn プライムと Fn のオーダー同じでしたから、Fn のオーダーもラムダの n 乗のオーダー、O をラムダの n 乗という形で書けるということになります。もう一度言っておきますけども、この O っていうのは、オーダーの意味で上階を表すと。 上階を表す。いいですね。あの第1回のところで上階って何だったかってことをご紹介してますけども、か上から押さえ不等式しか、この O という文字は表しません。いいですかだからそれは注意をしてください。だからイコールとかって言ってますけども、<laughs> このオーダー記号でですね、これは上階を表す。上から押さえてるだけなので、それはあのしっかりとあの理解をしてください。いいですね。で、まあ、ラムダっていうのは今1、2分の1プラスするところでしたから、これは1 2分の1プラスするところの N 上のオーダーになるとなります。いいですか 上階がですね、上階が2分の1パスルところの N 上のオーダーになるということになります。で、まあ一応、まあオーダーの定義、大きい方の定義をここに、まあ、あの、書いてるんですけども、けども、まあ割とですね、オーダーに関してですね、皆さんなんか理解が甘いというか、そうまあ理解が甘いていなくて、<laughs> えっと、なんか間違った理解をしている場合があるので、えっと、ちゃんとですね、議論する場合には、その数学的な定義っていうのはしっかりと見返してほしいなっていうふうな気がしています。はい。 先ほどの例が、その、初めの例だったんですけども、えっとですね、前回の授業の中では、このユークリッドのアルゴリティの計算量の話もしていました。ので、これを次にやります。そこで出てきた前化値はこれでした。gn っていうのが n が1のとき、0のときには1で、n1 以上のときにはここに書いてあるようなもので上から押さえられると。で、この場合はそもそもここ、この全化値のここがイコールじゃないので、その gn イコールなんとかっていうような形で、その全化式を解くことはできません。そもそも。 だから、ここからできるのは GN に対する上階を知ることだけしかできません。というのが、まず、重要なメッセージです。はい。で、じゃあ、ここから、その GN に対する良い上階を与えたいっていうふうに思うんですけども、そのためには、まず、ちょっと、先ほどのですね、その AL の時のように、どのようにこの GN っていう数列が振る舞うのかっていう、まず直感をまず得たいんですね。で、それをまずやってみましょうと。 ですね、まずは GN がどのように増加するか必要があると。で、まあ、GN っていうのは、この N が1以上のときには、この2プラス G2 分の N の小数点が切り捨て以下になるんですけども、まあ、GN が大きくなっても、ここの、えー、と不等式は満たされるので,で、ギリギリ大きくなるときには、イコールになるわけです。 だから、まあ、ちょっとこのイコ,イコールの方が使いやすいので、まずはイコールにちょっと置き換えてみましょうと。で、イコールに置き換えると一応、これは、まあ、解けるというか、例えばのプログラムを作って、この全化式のイコールに変えたような形の、えー、っと、数列ですね。数列の、えー、っと、振る舞いっていうのは、プログラムは書けます。うん。し、えー、っと、 これ、イコールにすると、まあ、もしかしたら一般公を求められるかもしれないんですけども、この2分の n、これが、ね、ややこしいんですね。だから、今、この n が2のべきのときで考えましょうと。そうすると、n が、例えば2の形状のときには、この2分の n の小数点がら比率ててのは2の k-1 乗になるので、これ扱いやすいわけです。でそうするとこれ、だからこれ、この g の2の、 形状っていうのが、これ、えっと、不等号をイコールにすると、2プラス G の2の K マイナス1と、こういう形になって、K が1つ下がると、2プラスされるっていう、これ K に関する動作数列になるということが分かるわけです。いいですか。そうすると、これ点とこつな、なんていうなえっと、2、イコール2プラス2プラス G の2の K マイナス1とこういうふうになるんですけども、これ続けていくと、 最終的に、この、後ろに、G の2の0乗が出てきて、で、そうすると、ここで、何個2が出てくるのかって、これ 2K かな ?2K プラス2の G の2の0乗っていうのはこう、あの、出てくるということがわかります。で、まあ、G の2の0乗ってこ何、これ、な、これなんだかわかんないんですけども、まあ、これはまあ、例えば1であるとすると、G の 2K 乗が 2K プラス1とか、そういう形でまあ書けるんだってことが分かったりします。ですかね。って感じで、 えっと、まあ、これ、まあ、あの、n が2のべきのときには、この g の n っていうのは何なのかということが分かるということになります。はい。で、まあ、これ、確かこれ 3, 3だったかなちょっときたですね。で、実際ちょっと今これ、ページの表示に時間がかかってますけども、実際にこれ、えっと、そのようにやって、まあ、この g の2形状のことを gk' と書くと、このような、えっと、 で、それで、あれですね、あの不等号を統合に置き換えると、ここに書いてあるような全化式がやられて、これ、等差数列なので、今言ったように、gk' っていうのが何だったかとか、計算できます。はい。で、下に書いてあるのは、これは、プログラムで実際に、えっ、ー、と、その gn の全化式の不等号を統合に変えたもので計算したものです。でこれ、何なのかっていうと、横軸が n で縦軸が、えっと、その gn で、統合を統合にした場合の値なんですけども、これ横軸が えっと、対数軸になっています。横だけ対数で、縦は普通の軸です。で、横を対数軸にして、だ横だけを対数軸にして、だから直線上になっているのは、これは全体として、えっと、対数関数的に増加しているということが、この図ではわかります。 で、実際そうなのかってことを考えてみたい。今言ったみたいに、この G プライ、GK プライムっていうのは3プラス 2K になるので、この K を元に戻してあげて、N に戻すと、これ大体3プラス2ログ 2N っていう風になるのかなって気がまあしてくるわけです。で、まあ、それは、それなんですけども、えっと、今証明したいのは上階なんですね。実際はこのイコールじゃなくて、不等号に。 なっているので、この不等号になるような形で、えっと、実際の証明をしてきます。で、今からやるのは、任意の1以上の整数,に対し整数 n に対して、gn が3プラス2ログ2 n 以下になるということを数学的の方法で証明してきます。で、先に言うと、これが証明できれば gn がオーダー O の意味でログ n になるとことが分かります。だから、ジョクリットのアルゴリズムっていうのは、このオーダーログ n n の計算量で、オーダーは上から押さえられると。 いうことになるわけです。ですか。で、それが今日の最後の結論にはなります。今からやるのはこれを、不等式を数学的なの方で証明すると。で、ちょっと,えっと注意するのは、えっと、全関式自体は n が0のところからスタートして証明されてるんですけども、これ n0 にすると、これログに0っていうのがちょっと扱えないので、そこは注意をして、n が1以上のところでやってます。はい。で、まず n が1のところでやります。 で、えっと、もともとの全化式何だったかっていうと、えっと、もともとの全化式では、gn は2プラス g の2分の n の小数的が禁止と、こういうふうに書いてあるわけですね。で、この n が1なので、こういうふうになっていると思いますで。そうすると、これ今、g0 出てくるんですけども、g0 は知っていて、これ1になります。で、これ3ですね。なります。で、これが左辺です。左辺は3以下です。で一方で、右辺の方はきっちりとこれ計算ができて、n が1のときにはこれ3になります。 なののでちゃんととと左辺辺ががが右辺以下ににるっていいいうう場合が N が1の時には正しいということがわかります,です、ね、じゃあ、機能法を進めていくんですけども、ここではえっとややこしいのですけども、まずその任意の整数 k として1乗のものを考えます。1乗の整数形を考えます。で、機能法の仮定としては、K 以下の任意の整数に対して、今証明したいものが成り立つと仮定しましょうと。形、ね、以下のものに対してはすべて成り立つと。で、それを今 L としています。K 以下の整数 L に対してすべて成り立つと。 で、証明したいのは、この n が k プラス1の1の場合です。いいですか。これやっていきます。で、そうすると、まずこの k プラス1に対して g k、この gk プラス1っていうのを考えるんですけども、機能法の仮定じゃなくて g m の定義から、これは2プラス2分の k プラス1の小数点下切り捨てになります。ですかね。で、この2分の k プラス1の小数点下切り捨てっていうのが、k 未満になるので、ここで機能法の仮定が使えます。k 以下になるので、機能法の仮定が使えます。 で、ここの部分を上から3プラス2ログなんとかで押さえるということになります。で、あとは、このログなんとかっていうのを処理していくということになります。はい。で、まず、この、えっと、切り捨てを外します。で切り捨てを外すと、このログの中身が大きくなる可能性があります。で、対数関数っていうのは非減少関数、えっと、増加関数なので、中身を大きくすれば、えっと、不等ができます。はい、で、そうすると、この中身、 ログの中身ですねこの部分が2分の何とかになっているので、これはその、えっと、K プラス1マイナスログ2という形でまあ書き換えられるわけです。ね、そうすると、このログ 2, 2っていうのがあって、これ1ですね。で1なので2、2かける1で2が出てきて、それを引くと3が出てくるという形になります。でそうすると、この式っていうのは欲しかった式の条件そのものになっているわけですね。という形で証明が終わります。 いいで、しょうか、はいで。これでユークリッドのアルゴリズムの計算量が上からオーダーロゲンで抑えられるということが分かったということになります。で、またこの、この今証明することとして、3とか2っていうこのなんか定数がこう出てきたんだけどこれをどうやって思いつくんだってことになるんですけども、これはやっぱり先ほどみたいに、なんかいろんな、まあ、プログラムは書けないかもしれませんけども、その、まあ、プログラムを書いたり、そのろと手で試してみることで、 何が証明できそうかっていうことを考えながらこれを見つけるということになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、えっと、この、えっと、全化式から上階を導く方向っていうのをやりました。では最後にですね、この母関数の話が次回に続く話なんですけど、これをやっていきます。 で、そもそも、じゃあ、母関数とは定義をしていきます。これ上のところですね。数列があったら、そこから母関数というものが定義できます。で、今、数列、この a0,a1.0.0 あるんですけども、これの母関数というのは、ここに書いてあるべき級数のことです。a 0に対して x の n 乗をかけて、n が0からの限でまで足し合わせるものです。で、x はまあ複素数だと思っていてください。はい。で、一つ、まずこれがまずまず、まずこれ定義です。定義なので、これはもう、揺るぎないもの。 だと思ってほしいんですけども、一つ注意は何なのかっていうと、これ考えている数列は A0 から始まるということです。そういう字が0から始まるということです。そういう字が0始まり。これ、数学では割と当たり前ではないんですけども、そういう形でここではやると,うとあなんだろう。数列がロから始まるっていうのはあんまり。 皆さんが見たことないかもしれませんけれども、この母関数を考えるときはそれが当たり,当たり前になりますで。で、そうじゃないとうまくいきません。で、そうします。でそれでは注意をしてください。で、いろんなことが書いてありまして、まずですね、この,この母関数との出るもの、これはですね、実はデジタル信号処理でですね、Z 変換と呼ばれているものがあるんですけども、それと全く同じ形をしています。まあ、あの、Z 変換自体を、えっと、か、デジタル信号処理をこの授業でやるわけではないので、えっと、 まあ、この Z 変換と呼ばれてるってことを別にまあ知る必要はないんですけども、まあ、この X の部分ですね、これ,あのこれ複数なので、まあ、複数数よ,よく Z を使って書いたりするので、まあ、ANZ の N 乗と書いてはを取るって形でデジタル信号処理ではよく現れてくるんですけれども、まあ、そういうものをですね、えっと、扱うこともあります。ただ、デジタル信号処理ではこの母関数をその我々が使うような意味で使うってことはあんまりないので、まああの 名前,が同じだ名前が違うけども、考えているのは同じであるというぐらいの認識で大丈夫ですし、Z 変換という名前を覚える必要はないです。まあ、母関数という名前も覚える必要はないんですけども、えっと、特にまあ Z 変換この、その名前を使うことはありません。1、はい、つ重要なことは何なのかというと、えっとですね、いろいろとです、ね、ややこしいことがことがあります。こういうべきききき数を考えるときには、このべき数べき級数、数本当にか収束するのかとか、いろんなことを考える必要が本来はあります。 本来はあります。しかし、それをやってるとですね、割と細かい議論に足を突っ込まなくてはいけなくなってしまって、嫌なんですね。で、嫌なので、一応、この授業では、今日、明日,いや明日い、今回、次回と、次回、だからこの、えっと、数え上げの基礎の,あの話をやっている、この離散数理工学の話の中では、一応、こういうのが別級数が出てきたら、出足、収束する、絶対収束するというふうに思ってください。これは、絶対に収束するんじゃなくて、絶対収束する <laughs>。と思ってください。 絶対就職するものだとまああの思ってください。仮定して,してもらって大丈夫です。だからまああるそのあのえっと就職半径があってえっとその内側でこのべき給付を考えているんだというふうに思うと、そうするとなんかいろんなことことはできるんですよね。えっとこのあのいろんなことをこのあの何て言うの無批判にべき給付に対してやっていいことになるので、それがまあ嬉しいわけです。なのでまあそういうことをえっとしていくことがあります。 これ、そういうものだと思ってくださいということになります。はい。で、それでですね、じゃあ実際にちょっと今日はですね、いろんな、えっ、ー、と、数列に対して、その母関数っていうものをちょっと作ってみましょうと。例えばですね、すべての項が1であるという、まあ、これ簡単な数列ですね。この母関数は何でしょうとなります。そうすると、これは、この AN、X、L 乗の AN の部分がこれ全1になるので、X N 乗の1になります。で、これが何なのかってことを我々知ってるわけですね。X の N 乗っていうのは、これは初項が1で、 公比が x のの等比数列の和です。だからこれは1マイナス X 分の1になると。ま、あ、そこで収束するならば <laughs>、収束するというふうに仮定しているので、これ1マイナス X 分の1になります。ですかね。で、これがまあ一番簡単な数列の母関数になります。もう母関数これ、典型でです。典型で。で,ですかね。じゃ同じように、というか同じように見えないかもしれませんけども、今これは1だったんですけども、これ2の n 乗っていうこういう数列ですね。 これ、n が0から始まっていることに注意をしてするんですけども、この2の n 乗っていう形の数列があったとすると、この am が2の n 乗に変わります。そうすると、これ2の n 乗、x の n 乗っていうものがあるんですけども、これは 2x の n 乗になるわけです。そうすると、これは、えっと、初項が1、公費が 2x という、えっと、等比数列の和ですから、これは 1-2x 分の1というふうに、まあ、収束するならば、こういうふうになるということがわかります。いいですかね。で、まあ、一般に、この2のところが α っていうものになったら、 アルファの n 乗っていう数列だったら、これは1マアルファ x 分の1という形の母関数が得られるということになります。いいですかはい。では、次に複雑なもの。えっと、整数 n に対して an イコール n って、こういう数列になっていたらどうなるか。これ、一番簡単な搭載するやつですね。そうすると、これ an は n になるわけですね。だから、今、nx の n 乗の割になるわけです。 で、これはちょっと扱いにくいなっていうふうに思って、これどうすればいいんだろうと。こんなは我々知らないかもしれない <laughs> と思って困っちゃうんですけども、ちょっとこういうふうに思いましょうと。今、これは実はこれ x かける x の n 乗の微分なんだというふうに思い,思いましょうと。今ですね、この x の n 乗の微分、計算するとこれは n の x の n マイナス1乗です。まあ、これは知ってますね。だから、それに x かければ、確かに n かける x の n 乗になるというわけです。いいですか。で、今、この微分を、微分とこの x を前に出しましょう。 前に出しましょう。x はこれ n に関係しませんから、前に出せます。で、微分が前に出せるかどうかってことは、これ微妙なんですけども、これ収束する、絶対収束するというふうにしていれば、これ出せます。ですね。で、そういう風に書き換えます。でそうすると、ここに書いてあるこのはこれはですね我々、我々これ知ってるんですね。先ほどこれやったんですね。これ1マイナス x です。分の1です。ですかだから、x かける1マイナス x 分の1の微分という形で、この級数、これかけるわけです。ですか じゃあ1、1マイナス X 分の1の微分。これ我々やり方知ってますから、これやってあげると。で、そうすると、結果として1マイナス X の2乗分の1が出てきて、X が残ったので、そを分子につけるという形になります。ですかだから、これが、今この一番簡単な等差数列の母関数になります。ですかね。ちょっとこれは技巧的ですけども、まあ、これは割とよく使うテクニックというか、まあ、まあ、知ってる必要ないかもしれませんけど、まあ、こういうふうにやることもあると。 ということになります。いいですかね。で、じゃあちょっともう少しややこしい搭載数列と言ってみましょう。3n プラス1。じゃあ今、al のところを 3n プラス1置き換えるわけです。で、このときには、えっと、何考えるかっていうと、まあ、普通に分解しましょう。こんな形で。3×nxn 乗の和と xn 乗の和とで。そうすると、この前の部分と後ろの部分、この和、これもう我々、これ知ってるわけです。なんだか。ですね。それ書き換えてあげます。 前の部分は1マイナス X2 乗分の X。後の部分は1マイナス X 分の1ということになります。で、まあ、ここで終わってもいいんですけども、まあ、まあ、無理にきれいにしようと思うと、まあ、こんな形になって1、1マイナス X2 乗分の 2X プラス1になります。まあ、このきれいにするというか、一つにまとめるのがいいかどうかってことは、ちょっと場合によるんですけども、まあ、ここではちょっとまとめてみましたということになります。という形で、この数列が与えられたときに、そこからこういう母関数が見つかるというのが、今、ご紹介したことです。 次回は何をやるのかっていうと、次回は数列の一般項をももも求めるために母関数を使うって言ってるんで、何なのかって言うと、どちらかというと、この母関数のこ,れこの式があって、そこから、じゃあこの AL は何でしょうって、この逆変換ですね、これをやるってことをするんだと思ってください。 皆さん、ですね微分方程式を解くときにラプラス変換を使うとかっていう話を、まあ、もし応用数学第一とかっていうものを取っていたり、他の授業とかでですねやったりしたことがあるかもしれませんけども、その時には、ラプラス変換とそのラプラス変換の逆変換っていうものをやったわけです。で、ちょっと同じようなことをこの母関数でやると。母関数からこの X にかありありあり数列から母関数を作るっていうところと、母関数から数列を作るって逆変換、まあ、両方やるわけです。で、それを使って次回、 いろんな数列の母関数を使って考えていくということをやろうと思います。はい。で、今日のまとめとしては、まず全化式を解けるようになるという話で、はじめに線形全化式の解放を2つ紹介しましたと。あと、アルゴリズムの解析でできる上階の同出法っていうのをやりましたということです。で、最後に次回につながる話、母関数の同値ができるようになってほしいという話をしました。で、これは次回使いますということになります。次回以降ですね。次回以降使います。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。